お世話になります。ひとりでございます。ポケモンホームが解禁されてしばらく経ちましたね。このポケモンホームを使えば、剣盾以外から剣盾にポケモンを連れてこれますが、一番古いものだと第3世代、つまりルビー、サファイアから送れるんですよね。初代からも送れますけど、バーチャルコンソール版だけなので、当時のままのデータだと、ルビー、サファーが多分最も古いと思います。これって皆さん普通に受け止めてますけど、ルビー、サファーは2002年発売ですから、18年後のゲームにデータを送れるんですよ。これってマジでやばくないですか？ただすぐに送れるわけではなく、いろいろと手順があるので、今回はこの手順を皆さんにも説明しつつ実際に送ってみたいと思います。まあ、私もルビーから送るのは初めてなんで、皆さんで一緒にルビーサファーから剣盾にポケモンを送る童貞を卒業しましょう。すいません、女性の場合は処女でしたね。失礼いたしました。それではまずはルビーサファーからダイヤモンドパール、プラチナ、もしくはハートゴールド、ソウルシルバーに送ります。いずれもお好みのソフトで大丈夫みたいです。私はルビーからパールに送りたいと思います。まずパールでは下準備として図鑑を全国図鑑にバージョンアップさせなくてはなりません。これが地味に面倒で、まず見つけた数を150にします。今153になってますけど150にして、そしたらマサゴタウンに行きまして、ここですね、マサゴタウンに行きます。でマサゴタウンに着きましたらポケモン研究所に行きまして、その後このおじちゃんにね、博士に話しかけると、今私はもう全国図鑑持ってるんであれですけど、もし全国図鑑持ってなかったら150見つけたら、ここでちゃんと全国図鑑にアップしてくれますので、そこまでまずはやりましょう。私は中古ロムなんで、すでに結構進んでいたんですけど、全国図鑑になってはいませんでして、エブリットとかが逃げ回るんですが、それも見つけたり、アグノムユクシーを見つけるのがほんとめちゃくちゃだるかったっすね。まあ捕まえる必要はないんですけど、見つけるだけでも割と時間かかるので注意しましょう。で全国図鑑になっているとポケモンを送れるパルパークに行くことができます。それはどうやって行くかと言いますと、私はもう空を飛ぶで行くことができるんですけど、マサゴタウンからこの右下のあたりの221番道路ですかね、これもちろんね、一度行ってなかったら空飛ぶ使えないんで、波乗りとかをね駆使してここまで来ることになります。なおハートゴールド、ソウルシルバーでも場所とか違いますけど、基本的な仕組みはほとんど同じなので、ぜひ参考にしてみてください。全国図鑑にできましたら、初代 DS か DS ライトを用意して、送り元のゲームボーイアドバンスのソフトと送り先の DS のソフトを用意します。でこれらを初代 DS か DS ライトにダブルスロットで挿入していきます。私の場合だったらルビーと、パールを挿入していきます。そうすると DS ソフトを起動した際に、私の場合だったらこのようにルビーから連れてくると表示されますので、そしたらこれをやります。で下の画面に待機のルビーからポケモンを連れてきますかとありますので、ここではいを押しましょう。はい、押して連れてきたポケモンは GBA には戻すことができませんという書いてありますので、実際戻すことはできないので皆さんも注意しましょう。パールに連れてきますかで、はいを押していく。連れていくポケモンを6匹選んでくださいということで選んでいきましょう。私ちゃんと用意してありまして、こっちのボックス1の方ですかね。でこれで注意したいのが、こいつを押すと、このポケモンは秘伝技がついているので連れていけませんって書いてある通り、秘伝技覚えてるやつ連れていけないので注意しましょう。じゃあここから6匹選んでいくんですが、やっていきますよ。ここから押していくと、なんか赤い点滅があって、これ地味なポケモンですけど、サニーゴ、マッスグマ、ジグザグマ、ラティアスという選んだ6匹のポケモンを連れていきますと出ますので、ここで愛を押していきましょう。GBA に戻すことはできませんがよろしいですかと書いてありますので、いきますよ。ルビーとパールのポケモンレポートを書いていますと出まして、ここでちゃんといけたかな。あ、6匹無事パールに連れていくことができました。ちなみにですけど、これジグザグマ色違いです。中古ロムのね、開封動画やったんですけど、その時にね、ジグザグマ色違いだって気づかなかったですね。あとケムッソもちなみにこれ色違いです。でサニーゴは、ガラルのやつじゃなくて、あとドガースもガラルのやつじゃないということで、一応連れていくべきものでもありますね。あとジグザグマもこれ100レベルのジグザグマで、一応ガラルのやつじゃないということでね、必要ではあるんじゃないかなと思い選びました。でラティアスはまあちょっと持ってけないですけど、まあとりあえずっていう感じですね。もうここボタン押しても何も反応しませんので、ここで1回切ってパールを起動してやっていくっていう感じですかね。とりあえずここを1回切ります。そしたら DS ソフトパールを起動しまして、でパルパークに行きます。でこれ話しかけていきましょう。いや、ゆずきくん捕獲ショーに参加しに来てくれたのかいということで参加していきましょう。ゆずきはパークボールを6個受け取ったということで、ちゃんと進んでくれるのでいけるということですね。1位はアキトの記録2000点だ。 OK、 捕獲テクニックをお客さんに見せてあげて、見せるっていうスタンスでやるんですね。とりあえずやっていきたいと思います。3、2、1、はい、 OK。 あ、すげえ、何これ、全く知らないんだけど、なんか
ここでずっとなんか草むらに入ってればなんか出てくるらしいですけどね、情報によると。完全に初めてなんでよくわかんないです。あ、ジグザグマじゃん、わしのジグザグマこれ。あ、100レベル来た来た来た。これちなみになんか 100% らしいですよね、どうやらパークボール、マスターボールみたいな感じでゲットできるらしいですよ。わかんないけど、どうだろう、できるかな、ちゃんと。はい、ありがとうすげえな、ジグザグマ100ゲットしましたね。これでこれで出てくるらしいですけど、なんか奥まで行かなくてもいいみたいな感じの話は聞いたことありますけど、どうなんでしょうかね、わかんないですけどね。はいはいはい、ハケムスと色違い来ましたわしのケムスと色違い2レベー、わしじゃないけどね、中古ロームの だから他の人のやつなんですけど、まあ、とりあえずゲットですよ。ケムスを捕まえたぞー、オッケー。はい、もっと奥行ってみましょうか。多分どこでも出るんでしょうけどね。スプレーの効果切れた、スプレー使ってたんだ、知らなかったわ。水のところも出んのかな、あれ。誰か出て、あ、来ましたね、ドガース来ましたよ。これも捕まえてきますよ。なこれわざわざこれさえやる必要あるかと思うんですけどね。あー、降りちゃった、大丈夫かな、ここ行っちゃって。あ、ちょっと波乗りしてみます。あ、波乗り波乗りでどうなんだろう、海で出てくるのかな、どうなんですかね、波乗りだと。あ、サニーゴ、あ、そうだ、サニーゴ捕まえたから、そうだ、サニーゴ出てくんだ。まあ、とりあえずゲットー。あー、ポケモン出てこないんだ。あ、じゃあ逆にサニーゴどうだったんだ、サニーゴ逆に草むらとかで出てきたんかな。はい、色違いまっすぐ巻きましたすごいよなこれ捕まえた人。オッケー、まだ捕獲できてない、あとなんだ、あと何がいいんだ。あ、出てきましたね、出てきましたね、ちゃんと。結構時間かかりましたね今。なんだこの仕組み、来ました。いや、伝説が出にくいとか言ってましたけど、なんか出てきましたね、ちゃんと。なんかすごいこれなんか羽がすごくないですか、やったら上に上がってるというか。ラティアさん、ありがとう。あ、ピンポン、おめでとうございます。ゆずきさんは全てのポケモンの捕獲に成功しました。デンデラゲンデ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 ン、来ました。あ、ちゃんと終わった、ポケモン6匹捕獲おめでとう。見てくれたみんなも今の捕獲賞を見て喜んでるぞ。今回の捕獲賞、気になる点数は320点、1462点、1350点。まあこれすごい、あ、記録なんだ。バンジの実を手に入れましたね。これで見てみましょうか、ボックス一応。まあ、ちゃんと入ってますね。様子を見るサニーゴちゃん、まっすぐ、まあ色違い、あとジグザグマとラティアス、あとそうだ、色違いのケムスもいますね。これでようやく第一段階終了でございます。次はダイヤモンドパールプラチナからブラックホワイトかブラックホワイト2に送ります。私はブラックでやりますね。まずはこの下準備として殿堂入りだけさせておきましょう。図鑑条件はないみたいですね、どうやら。幸い私は中古ロームですでに殿堂入りされていたのでラッキーでしたね。で、そしたらシフトファクトリーにまずは行きます。場所はどこかと言いますと、ここのブラックシティのところですね。はい、ここから西の方角に行きまして、はい、どんどん行きますよ。ここ普通に行って、はい、ここをまっすぐ上がっていって、すぐ右手ですね、ここがシフトファクトリーになっております。入りましょう。はい、中に入りましたら上に上がっていきます。そうすると博士がいますので話しかけていきましょう。 Hey Fantastic Trainer、 世紀の大実験するかい、ということでポケシフターを遊ぶには DS は2つ必要だよということなんで、2つ用意しましょう。ちゃんともう1つの DS を使って遊ぶけど、それでいいかな。 OK、 はい、押しまして、 OK。 一度連れてきたポケモンはもう元の場所には戻れないよということなんで、これ気をつけてください、戻れませんので、くれぐれもご注意ください。え、それでもいいね、はい、もちろんいいですよ。 DS ワイヤレス通信を開始します。はい、ちなみにこれを今私はこの 3DS でこれを起動させていますね。え、ここまでの活躍をポケモンレポートに書き込みますか。はいはい、でしっかり書き残した。 OK come here、 そこに立ちたまえ。 OKOK、 ここに立っていく。はいはい、そしたらポニョってやってくれて、それじゃ始めるよ。で、ここ書いてありますけど、もう一つの DS にポケットモンスターのダイヤモンドパールプラチナハートゴールドソウルシルバーのいずれかのソフトをセットして電源を入れた後に、上画面を参考にして DS ダウンロードプレイからポケシフター ID40753 を選んでください。これをやっていきましょう。私の場合だったらこのパールをですね、まあ私は DS ライトに入れて、やっていきたいと思います。で、これで起動させていきましょう。で、これで起動させましたら DS ダウンロードプレイというものがありますので、そこを押すっていう感じですね。画面を参考にすると、はい、ダウンロードできるソフトを探しています。あ、ポケシフター40753出てましたね。これちゃんとブラックであったこの ID なんで、なんだか2って書いてありますけど、まあいいや、とりあえず押していきます。このソフトをダウンロードしますか。はいはい、もう一つの DS にデータを送っていますとなって、はい、 3DS 側ではもう一つの DS でポケモンを選んでくださいと出まして、それで DS の方ではロードしています、しばらくお待ちくださいとなるわけですね。ポケモンを6匹選んでタッチペンを使って右の枠にスライドさせてくださいということなんで、やっていきましょうか。これを移動させていきます。まっすぐ、まサニーゴ、ケムスと色違い、ドガース、デラティアスと
すごいっすね、こんな感じで移動させんの。マジでガッツくないっすよ。ジグザグマレベル100。この6匹でよろしいですかということで、はい、押しましょう。ちょっと待って、どうやんのこれ。意味わかんないんだけど。ちょっとこれ、無理じゃね？むずくね、地味に。この固定の状態でやんの厳しいな。ちょっと無理じゃね？むずいんだけど、めっちゃ。この固定、どうやんの？どうやんの？あ、これで、むずい、これ。もっと固定ちゃんとされてないと厳しいな。この固定の感じだと。待って待って、これどうなんの？タイムアップだったら。送れないとかないよね、これ。さすがに。連れてきたポケモンはもう元の場所には？ちょっと待って、これ戻れないとか？戻れませんが、本当によろしいですよ。はい、もう一度ポケシフターで遊びますか。はい、ちょっと待って、遅れてないんだ。マジか、これ捕まえないと遅れないんだ、ちゃんと。マジか、いかついな、それは。あとこいつかな。今気づきましたけど、遅れないやつもいるんですね。こんな感じで黒くなってるやついますね。なんでかわかんないけど。しかもここでもまた6匹やんないとダメっぽいですね。今これ進もうと思ったんですけど、反応しないですね。何も。どうしよう、アンノンかな。ミミロルブニャットでいいや。でこれではい押すと。いや、これマジで難しいな。ラティアス頼む。お、行ったか。ラティアス行ったんじゃね、これ。あー、ミスった。オッケー、行ったんじゃね、これ。オッケー、全部捕まえた。結構重くなりましたね。オッケー、これでいいえと。終了します。電源を切って終了してくださいということで、終了しましょう。すげー難かった。グレートグレート。ポケシフターに確実に進化を遂げているよ。アンビリンパボー。どれもこれも君のおかげで、我々のリサーチに力を貸してくれないか。ポケシフターならいつでも気兼ねなく使ってくれていいよ。パソコンのボックスに入れておいたよ。やりたくなったらまた来てよね。オッケー、ありがとう。見てみましょうか。オッケー、来ましたね。マッスグマ色違いと、サニーゴーケムスト色違い、あとジグザグマレベル100と、ラティアス50、あとドガース15レベ。これでオッケー。ブラックホワイトかブラックホワイト2に送れたら 3DS に挿入して、ポケムーバーでポケバンクに転送してきます。ここからは多分分かる人が多いんじゃないでしょうか。おっしゃ、ポケモンウーバーやっていきましょうか。はい、やっていきますよ。はい、押しまして、ゲームソフトの確認をしていますと。ポケットモンスターブラック指定されていますので、このゲームソフトを使うと。ポケモンバンクに転送したポケモンは元のゲームソフトに戻すことができなくなりますということで、ここでもね、また注意しましょうね。転送するポケモンが持っている道具は自動的に8のバッグに戻されます。これ残念ですよね、本当に。転送するポケモンのニックネームや親の名前の中に他の人を不快にさせるような Nintendo DS では使えない言葉が含まれているときは、ニックネームや親の名前は書き換えて転送します。へー、そうなんだ。こんなとこ気遣ってんすね、めっちゃ。いや、道具持たせてくれればよかった。このボックスじゃなくて、これボックス変えれないの？あれ、これ、あ、ボックス1のが送られるんだ。じゃあちゃんと整理しないといけないんだ。今ミスったのをご覧いただいた通り、ボックス1がどうやらね、行くらしいので、ここに集めなきゃいけないんですね。なので整理したいと思います。よし、ようやく整理し終えましたね。めっちゃめんどかった。オッケー、ちゃんとなってますね。よかったよかった。ボックス1が行くので、やはり注意が必要ですね、それは。はい、押しまして、行きましょう。ポケモンバンクにポケモンを転送しています。ありがとう。行きました。転送ボックスのポケモンをご確認ください。ケア、ありがとう。この後ちょっとね、私やり方すっげえごちゃごちゃになっちゃって、裏であたふたしたんですけど、この後のやり方はポケモンバンクを開きます。この際に必ず 3DS のポケモンのソフトを入れといて、それでやんなきゃいけません。なんか私ポケモンバンク単独でアプリみたいな感じでやんのかなと思ったら、一応ソフトを挿さないといろいろ使ったりすることはできないみたいですね。ですのでソフトを挿した状態で、やりまして、はい、こんな画面が出てきまして、でここでポケモンホームへの引っ越しありますから、これやればいいじゃねえかと思う方いらっしゃると思うんですが、私もそれやったんですけど、今この段階ではポケモンバンクにポケモンいないんですよね。ポケムーバーからちゃんと送れてない状態みたいな感じらしくて、どういう風にやればいいかというと、ポケモンバンクを使うということで、まあこれでまあ何でもいいけど、このゲームソフトを使うと、それをやります。それでゲームソフトのポケモンリンクがいっぱいです。まあこのあたりはいいでしょう、適当に無視して。ポケモンバンクを使いますか。はい、 OK。 でこれ画面出てきましたけど、ここいねえじゃねえかと思って、私さっき冷や汗かいたんですけど、これよく見たらこの左側に転送ボックスってあるんですよね。ですので、この転送ボックスからこの移動するでこっち側に送んないといけないみたいですね。これ多分おそらく手動でやんなきゃいけないんじゃないかなと思います。なんでって私思ったんですけど、ポケモンウーバーから一気にポケモンバンクにこういう風に勝手に送ってくれるのかなと思ったら、そうじゃないっぽいですね。こういう風にやんなきゃポケモンバンクに入ってる認定はされないみたいなんで、移動するでこのようにやんなきゃいけないっぽいですね。ですのでこれができましたら X でレポート書いて終わります。でデータの送信が正常に終了しましたということで OK ですね。次はポケモンバンクからポケモンホームへ送っていきます。はい、そしたらこれでポケモンバンクにちゃんと送れましたので、次はまた起動しまして、ここで初めてポケモンホームへの引っ越しですね。これかなり注意が必要ですね、やっぱり。ポケモンホームへポケモンを送ります。送ったポケモンはポケモンバンクに戻すことができません。ここではまた戻すことはできないので注意しましょう。はい、でこれで、始めるを押しましょうか。
始めるを押しまして、ボックスを指定しまして、それで Y で確定と。ポケモンホームに引っ越しますか、はい、ポケモンホームに表示された引っ越しパスワードを入れてくださいということで入れていきましょう。はい、でポケモンホームを起動させまして、プッシュボタンプッシュしまして、はい、そしたらここの下のところの 3DS マークの引っ越しを押して、それで引っ越しを始めると。ご注意、引っ越しが完了するまでポケモンホームが利用できなくなりますと。引っ越しの準備始める。Nintendo 3DS のポケモンバンクでポケモンホームの引っ越しからボックスを選んでこの画面まで進んでください。準備 OK。 引っ越しパスワードは3分しか使えません。すぐにポケモンバンクに入力してくださいということで、表示すると時間切れまで前の画面に戻れません。引っ越しパスワード表示しますか、表示する。はい、出ましたんで、これをポケモンバンク 3DS の方で打っていくということですね。はい、それではこっちの画面で入れていくって感じですかね。これで終わりを押しまして、そうすると引っ越しパスワードの確認に成功しました。はい、ありがとう。引っ越しを始めます。引っ越しが終わるまで時間がかかることがありますとのことで、ポケモンホームの画面はこのような感じで、引っ越しの準備を始めます。 OK。 ポケモンホームを利用することはできません。 OK。 これでもうできたってことなんですかね。ちょっと見てみましょうか。ポッシュアボタン、引っ越し準備が整ったポケモンが6匹いますと。こんな表示されるわけですね。ポケモンホームのボックスにどのように迎え入れますか。どうしよっか。ボックスそのまま、ポケモンバンクのボックス配置をそのままにして迎え入れます。レポートに記録してもよろしいでしょうか。 OKOK。 レポートにしっかり記録した。それではポケモンの迎え入れを始めます。これでもういいってことですかね。ポケモン見ていきましょう。ポケモンホーム、確認しますか。 OK。 確認していきましょう。もう送られてんのかな。はい、見ていきましょう。こんな感じでボックスありまして、あ、送られてますね。ボックスそのまま来ました。ちゃんと来ました。すごいすごいすごい、ちゃんと来ましたよ。でこんな感じで出たら一応終わるで、レポートに記録して終わりますかで、記録して終わった方がいいでしょう。一瞬で遅れましたね。はい、で次はいよいよ最後、ポケモンホームから剣盾に連れていきたいと思います。このポケモンホームの画面からポケモンですねのとこを押して、それでソードを押して、連動していきます。はい、連動しまして、お、来ましたねこれ。でこれ何、このびっくりマーク、送れないのこいつら。あ、多分あれっすね、これ剣盾で使えない技を持ってるから送れるけど多分使えないみたいな感じか。そんななんか情報聞いたことありますわ。でもこんな剣盾で覚えられない技持ってるやついっぱいいんすよね、意外と。待って、いいや、とりあえずそれ送っていきましょう。とりあえずラティアスとケムスは送れないので、ここでまあいい子ちゃんしててって感じですね。ドガース持っていきましょうか。もっと分かりやすいところに入れよう。はい、じゃあこのボックスに移していきますよ。まっすぐ、まあレッツゴー、ジグザグマ、はい、オッケー。サニーゴも行きましょう。ケムストくんは無理でしょ。ドガースは、はい、送ります。これどうなんだろう、送れないのかな、ちゃんと。あ、このソフトでは引き出せないポケモンですということでですね。なるほど、じゃあそのまま置いときましょう。送れたっていう感じかな。記録して終わる。はい、それでは剣盾で確認していきましょうか。オッケー、じゃあいよいよボックスに来ました。ボックスどうなってるかね。こっちのどこだ、31位だったよな確か。はい、31見ていきますよ。来いよ。はい、来ました、来ましたちゃんと来ましたね。ジグザグマ、サニーゴ、ドガース。サニーゴとドガースマスターボールで捕まえたんですよね、そういえば。確か見ていきますよ。マッスグマ、はい、いいね、いいね、色違い、すげえ。18年時を超えまして、これちゃんと物拾い、いいっすね、すごい。これ一応技ちゃんとあるけど使え、この技を使えません。思い出すことができなくなりますが、技を忘れることをお勧めします。なんでだ、あ、そうかそうか、使えないから忘れろってことね。で次ジグザグマ来ました。こいつは何が特徴かというと100レベですね。かわいい。しかもフェガラルにはいない3ですので、いいんじゃないでしょうか。はい、でサニーゴ、こいつもガラルさんじゃない、純粋なやつですね。張り切り特性ですね。はい、最後ドガース、こいつも一応ガラルにはいない3ということで、こんな感じで持ってこれましたね。マスターボールですね、ちゃんと。ちょっと戦闘でどんな感じかちょっと手持ちに加えてやってみましょうか。はい、それでは適当に戦ってみましょうか、こいつと。いきますよ、一発目、色違いのまっすぐまですからね。どんな感じか。はい、来ましたかっこいいな、色めっちゃすげえな。しかもガラルさん見すぎたからなんか余計すげえかっこよく感じますね。うわ、よく来たな、お前。あんな昔から、18年の時を超えて、すごいっすね、これマジで。超かっこよくないっすか、これ。色違いだし。かっこいい、かっこいい。すげえ。あんな昔から来たんすよ、これ。それだけで感動じゃないっすか。ちょっと他のやつも見てみます。一応、ジグザグマ、これも、一応ガラル、じゃないさんですから、見る価値はあるんじゃないでしょうか。はいはい、来ましたね。まあ、こいつはね、まあでも一応こいつも18年時を超えて来ましたから、まあとりあえずちょっと見ましたからね。サニーゴ行きましょうか。はい、こんにちは。ありがとう。すごい、来ました、ちゃんと。こいつも時を超えて。まあこいつもいいよ。そんなに見るもんでもないからさ。はい、ドガース来ました。はい、かっこいい。マスターボールから出てきたドガース、かっこいい。
こいつもね、よく来ましたよ、ここに。まあ、最後、あいつにしよっか。まっすぐまでしよう。はい、ということで、まっすぐまた出ました。はい、ということで、今回は18年もの時を超えてルビサファーからテンタテネポケモンを送ってみました。まあ、こんなゲームって本当に他にあるんすかね?18 年前のそのゲームボーイアドバンスと、この今のね、スイッチが繋がるなんて、マジでこのロマンチックすぎですよね、本当に。私なんてね、18年以上も前から女性と誰一人とも繋がれていないですけどね。そういう意味では私にとってはもうゲームフリークはやりたいみたいなもんですね。羨ましい。